今日は開会に先立ち元日に発生した能登半島地震の犠牲者を追悼し黙とうが捧げられました今回の議会には過去2番目の規模となる一般会計の総額で今年度より76億円多い1561億円の新年度当初予算案が提出されています 桑名市長は人口減少対策や子育て支援など自らが公約に掲げた5つのまちづくりビジョンに盛り込んだ施策など予算案の全容を説明しましたこれまでの市政運営において継続すべきものは継続しつつ5つのまちづくりビジョンに私の公約を積極的に盛り込むことにより変革を実感できる予算として編成をいたしました 予算案には孫世代の移住に補助金を出すことで若者の U ターン促進につなげようという孫ターン支援や中学卒業までの医療費無料化などが盛り込まれています桑名新市長のもと初めてとなる当初予算案が審議される高知市議会です定例会は500回目という節目を迎えます新体制の独自性がどう評価されるのか 議会は2日間の休会を挟み8日金曜日から代表質問が行われます今回が桑名市長にとって初の当初予算案提案理由説明は用紙の枚数が25ページ所要時間は59分30秒と比較的長いものでしたそして途中で息が切れた桑名市長がコップの水を2杯一気飲みするシーンもあり 説明を終えた市長には傍聴席から小さな拍手も送られていたということです。